こんにちは、今回はですねこちらのファイヤーボックスを使って、バターチキンカリーを作ってみます。では行きましょう。作り方調べようと思ったんですけど、ここ電波つながらなくて調べられませんでした。なのでちょっとフィーリングで今日は頑張ってみますね。とりあえず玉ねぎ切りますね。ホールトマト入れます。牛乳入れます。バター入れます。はい、生姜入れます。じゃあちょっと味見してみますね。トマトの味しかしないっすね。なんだろうこれ。もう一回。トマトの味しかしないですね。ちょっとカレー粉もうちょっと入れますね。ルー入れすぎるとドロドロになっちゃうんだよな。この後にナンが待ち構えてるんで、スープカレー的なのがちょうどいいかと自分は思うんですけど、あんまドロドロになると嫌なんだよな。じゃあちょっと味見してみますね。うん、美味しい。これですよ。次はナン作りますね。あらかじめ生地は作っておきました。こちらをちょうどいい大きさに切って、じゃあ入れていきますね。バター引きます。何の形にしないとなんか雰囲気出ないですよね。どうやればいいんだ。こんな感じかな。多分こんな感じですよ。よし。ナン完成です。ではこちらにカレーの方にチーズを入れましょう。僕チーズ大好きなんで。ドバッと結構入れすぎちゃった。でこれでチーズがとろけたら完成と。なかなかうまくいったんじゃないですか。
ではいただきます。うん、チーズがいいですね。うまっちー、いいですね、おいしい。いや、おいしい。いや、またこの寒いところで食べるっていうのがやっぱキャンプのいいところですよね。では3つ目。ナンがもうなくなってしまって、まだこんなにあるんですよ。これ全部じゃあ飲みますね。というか、ナンに夢中でチキンの存在忘れてました。ではチキン食べてみますね。うまっちー。以上、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなぁと思ったら、グッドボタンお願いします。いまいちだったなぁと思ったら、バッドボタンお願いします。また、コメント欄で感想やアドバイスをいただけると嬉しいです。ぜひ、こちらの動画もご覧ください。ではまた。